価格はですね、Google の直販で2万飛んで800円。これ蓋を開けるとですね、結構これも高級感があっていいんですけれども、中は。こんにちは、戸田悟です。最近熱いのがですね、完全ワイヤレスイヤホンのスマホメーカー製ですよね。サムスンも出してますし、まあ皆さんご存知の AirPods シリーズですね。Apple も出してます。で、今回 Google が出したピクセルバッツというですね、Google 純正の完全ワイヤレスイヤホンを紹介します。AirPods Pro などと比べてどうでしょうかというところが注目です。はい、今回ですね、ピクセルバッツ、Google 製のですね、完全ワイヤレスイヤホンですね、詳しく紹介していきますけれども、まずちょっとスペックと価格をチェックしたいんですけれども、価格はですね、 Google の直販で2万飛んで800円、これ税込みですので、まあ、税抜きであれば1万8000円ぐらいですかね。AirPods Pro などに比べると、まあ、かなり安い、1万円ぐらい安いですかね。かなり安いモデルとなっています。で、カラー、本体の色はですね、白と黒と、ミントというですね、ちょっとグリーンと青の中間みたいな色ですかね、を選択することが可能になっています。はい、この人がつけているのがミントっぽい色ですね。はい、色がですね、白と黒とそれからミントっぽい色と、色が変わるのはですね、まあ、ご覧いただくと分かるように、この部分だけですね、本体のこの部分は黒で変わりません。本体のベースの部分は黒で変わりません。この丸い部分のみ色が変わる形になります。で、ちなみに製品の色が変わってもケースの色は変わらないのでご注意ください。はい、ケースの色は変わりません。はい、で、まあ、これ最近も多くのモデルがそうなんですが、一応 IPX4 の防滴仕様になってます。プールはちょっと無理ですよね。軽い雨ぐらいだったら大丈夫ですね。で、 Bluetooth は 5.0、 これ文句なしですね。で、バッテリーの持ちなんですけれども、単体で、5時間、通話で 2.5 時間で、ケースを使うと24時間、まあ大体これぐらいのスペック、ちょっと長めなぐらいですかね。すごく長いわけではありません。で、あとはですね、 Type-C の充電ポートとワイヤレスの充電地位に対応しています。はい、それでは Google 製の完全ワイヤレスイヤホン Pixel Buds を紹介していきます。早速蓋を開けていきましょう。箱を開封ですね。まあですね、これ僕ですね、もう最初に見た瞬間に結構好きになっちゃったんですけど、質感が素晴らしいんですよ。この陶器のようなこのマットな感じのですね、仕上げが非常に良くて、これですね、結局この Pixel シリーズのスマホと同じ感じの仕上げになってます。ですから、ピクセル製品、言い方変ですね、 Google 製のピクセルでいろいろなものを揃えていくとですね、みんなこう同じイメージの仕上げ、まあ色合いはちょっといろいろあったりするかもしれませんが、デザインのですね、ベースになる仕上げは全部一緒という形で揃えられて、とってもいいなというふうに思いました。で、まあ中に入ってるものは特段変わったものは入ってませんが、チップですね、イヤチップと、それからタイプ A、タイプ C の充電ケーブルがついています。ちょっとこの充電ケーブルもですね、まあタイプ C、タイプ C でもいいかなという気もしますが、まあそもそもですね、完全ワイヤレスイヤホンってそんなに急速充電する必要もないので、まあこれでよろしいかなというふうに思いました。で、蓋を開けるとですね、結構これも高級感があっていいんですけれども、中は黒なんですね。で、この部分がですね、また白の陶器のような手触りは一緒で、さらに中は黒という形でですね、とってもよくできていると。デザインは素晴らしいなと。この収まり具合もですね、なんかとてもいい感じですよね、だと思います。はい、で、まあさすがに Google 製だなと思ったのはですね、ペアリングもとても簡単で、専用のアプリのインストールまで、指示してくれました。これ今専用のアプリなんですけれども、で、実はですね、こちらの、これ Pixel 4a なんですけれども、で、こちら Galaxy S20 Plus なんですが、両方にペアリングしています。で、切り替えはですね、まあこれも簡単で、Bluetooth でですね、選択するだけで切り替えることが可能です。で、こちらはですね、専用のアプリというか、Bluetooth からこのようにアプリを呼び出すことができます。で、今こちら有効になっていて、こちら未接続になっていますが、はい、で、こちらも Bluetooth から Pixel Buds を選ぶと、はい、すぐに接続ができます。はい、こちらが有効になりました。Bluetooth 切り替えるだけで使えるようになります。で、ケースとそれから左右の充電の容量もわかります。で、結構ですね、いいなと思ったのが、これ操作なんですけれども、まずですね、音量の上げ下げは、ここをこうスライドすればいいんですね。はい。
前方にスライドすると、まあ、スワイプになってますけれども、スライドすると音量が上がる、後方にスライドすると音量が下がると。でシングルタップで一時停止で、ダブルタップで次のトラック、トリプルタップでリピート、もしくは前のトラックで、まあ、通話もシングルタップっていう風にですね、あんまり覚えなくても結構使えます、わかります。でその上で僕が一番いいなと思ったのが、左右が一緒なんですよ。これですね、いろいろな、僕完全ワイヤレスイヤホンを持っていてですね、まあこんな置ききれないぐらいいろいろ持って使ってるんですけれども、まあ全部買ったわけじゃなくて、なんか製品、スマホを買ったらついてきたですね、ギャラクシーバッツなんかもあったりするんですが、機能が多すぎて左右の機能が別だとですね、何が何だか分かんなくなって、数が多すぎるとですね使いこなせなかったりするんですけれども、ピクセルバッツはですね左右が一緒なんで、右利きの人でも左利きの人でも使いやすい方の手で指で操作ができて、左右どちらでも簡単に使えるということで、非常にこうこの操作性がいいなというふうに感じました。でさらに耳への装着もですね、結構これ考えられていて、ちょっとこうクッと回すとですね、この出っ張りがですね耳にうまくはまって取れにくくなるということで、僕試してみましたけれども、耳に負担なくかつきっちり装着できるのも好印象でした。はい、で特別な機能としてはですね、このアダプティブサウンドという機能がありまして、これをオンにするとですね、周囲の音を拾って最適な、つまり周囲がうるさい時はボリュームを大きく、周囲が静かな時はボリュームを下げると、こういう機能が搭載されています。これ他の完全ワイヤレスイヤホンにも搭載されているモデルもありますけれども、その機能を搭載しています。はい、このバッテリーケースはですね、ワイヤレス充電に対応しています。規格はチーなので、ちょっとこれ薄いんですけど見えますかね、オレンジ色に光ってる、吉永さん見える？はい、見える。はい、このようにオレンジ色に光って充電できていることがわかります。で僕ですね、ワイヤレス充電器嫌いじゃないんですけど、やっぱり充電がちょっと遅いので、スマホではあんまり使わない、あ、もちろん使ってますよ、夜寝るときとかには使ってるんですけども、あんまり使わないんですが、完全ワイヤレスイヤホンの場合ってそもそもこの中のバッテリーの容量も小さいし、音楽を聴いてる間にケースを充電すればいいわけですから、ケーブル挿すのめんどくさいんですよね。やっぱりワイヤレス充電使いやすいですよね、ということでワイヤレス充電に対応しているのは非常にいいと思います。さらに例えばですね、これギャラクシーのですね、このワイヤレスパワーシェアなんていう機能を使うとですね、今これオンにしたんですけれども、スマホから充電することができます。ワイヤレスです。ですから旅行先なんかでは、もちろんスマホの電気が微妙に減りますけれども、電池がなくなったら、ワイヤレスイヤホン側の電池がなくなったら、旅行先でもこうやって重ねておくだけで充電ができます。もちろんスマホが対応してないとダメなんですけれども、まあとはいえですよ、25時間も再生できればそんなことをしなくてもいいよという方もいらっしゃると思いますし、僕もまあ短時間でしたらそうなんですが、最近ですねテレビ会議が増えているので結構ヘビーに使うようになってきてますということで、この辺の充電機能はとても便利だなというふうに感じました。はい、で気になる音が皆さん気になると思うんですが、まあ僕はですねオーディオ評論家ではないので具体的な言及は避けますけれども、僕としては大満足でした。で例えばですね AirPods Pro などに比べても、まあ遜色なく好みの差かなというぐらいの音質だと僕は思っています。でまあ最初に申し上げましたけれども、最大の違いはやっぱりですね、ノイズキャンセリングはないというのが、もちろん価格も違いますから、それで妥協する方向き、つまりノイズキャンセリングがなくてもいいよという方にはかなりおすすめの製品だと言えるんですけれども、ノイズキャンセリングがないのがちょっと弱いかなというポイントです。何度も言いますけど、その分価格も安いので特にそれが悪いということではありません。で結構ですね、すごくいいなと僕は思ったのは、やはり Google 製だけあってですね、Google アシスタントが使いやすいんですね。で、これを耳に装着して長押しするだけでまず通知が聞けます。でさらにその状態で話しかけると Google アシスタントも使えます。で僕はですね、結構運動するのが好きで結構日焼けしちゃってるんですが、運動中に例えば長押ししてですね、いろんなことを Google アシスタントに聞いたり、それからメールの着信等々の通知を聞くといったこともですね、長押しするだけでできるのは結構いいなというふうに思いました。まあ、ソニーもですね、似た機能を持ってる完全ワイヤレスイヤホンあったんですけれども、最近ちょっとあまり新製品出てないので、ピクセルバッツそこはいいなというふうに思いました。で特徴の一つにですね、翻訳というか通訳機能があるんですが、実はですね、これを長押しし、耳に今から装着します。装着してですね、
長押ししてアシスタントが動いている状態で通訳してというとですね、自動的に Google 翻訳が立ち上がって通訳できる機能があるんですが、ちょっとやってみますね。 OK Google、 英語に通訳をして、実はですね、はい、これで OK ですね、許可します。はい、でこれで通訳ができるんです。で自動的に、Google 翻訳が立ち上がって、まあ、通訳ができるんですけれども、結局スマホを使わないと、ここから相手の声を出したりするので、完全にこのワイヤレスイヤホンだけではできないんですけれども、まあ、周囲がうるさい時なんかにはですね、相手の声とかをこれで聞くことができるので、まあ、使いやすいかなというふうに思いました。このあたりもですね、今後機能がどんどん洗練されてさらに使いやすくなっていくことを期待しています。動画の中でもお話ししましたけれども、結局ノイズキャンセリングが必要かどうかっていうのがポイントですよね。必要ない方には結構おすすめです。ただやっぱり欲しいよっていう方は残念ながらその機能がないのがウィークポイントになるのかもしれません。